第3試合目です。32試合目ですよ今日大会としては。やばい、僕は普通に64人トーナメント1台でやってるからような感じになっておりますが、まだまだこの2人の決着は長い。1で第3試合目です。家締めをミスって逆に家通していくメガ。さあお姉さんフルボココンボを決めて、うわお姉さんまだ元気、アキビスタからの下段通して、あっとゲラー見えづらい。そしてクラッシュトリガーで時間を稼ぎしてダメージ伸ばして、しかし A ガードしている、盤石で勝ち方。一本選手したのはカルル。私を侮る、タビ投げなあれ、タチビ、おーっと危ない、腰しっかり見ている、バリバリ切りそうかな。ああ嘘くせ、エレレッサがやっぱ悪さしていく。エレレッサのブリオですね、何から。ドライブ指導してチャップコートぶっこいとこに放ったか、立ってガジェットフィンガー、エレレッサガード間に合う、おーっとエアドライバーだ、今日初の。しかしここはいい A 止まる番です。さあ読み合いだ、そしてバリガシーの着地、これだ。選手としての心得はあるようだな。気まずいみたいな感じでジャンプしたところに刺さりました。受けてみろグレンパニッシュ、再び長い、あー便利、エネレッサですよ、エール再び指導で3500、さあ下段が刺さる、ガボしかし下段一人でできるもんして、ここはタネからの投げ、そうそう、バークボルトをビバーチェで返しつつ方向を刺さる、これは青いがアギチフォー、あこれは終わったからみたいな感じでタバコ吸いましたからねバラしちゃいますけどまあ今のはフェイター綺麗に決めてほしかったですね。まあまあ何はともあれボルテードで、フィニッシュしてフェイターガルルが2勝。さあしかし勝った側も胃が痛そうな、ね、ただでさえ小崎ガチは神経使うのにね、今日は組み合わせが結構激しい組み合わせが多いから大変ですよね。第4試合目いきます。現在は 2-1 です。アニマさあ強引にテイガーを殴ってる、テイガーを掴んでいきます。さあクラッシュトリガーからタッチカウンター、あっとこれはロケット、あっとスパークボールが入れちまった、ディスプレイタッチカウンから三振使ってここは勝って、タチビが刺さる。一本選手したのはカルル。受けてみろ、
デデレッサが悪さしてくる。ラスト。さあ画面端で圧かけていきます。エースレからの投げ、トレダーが当たる。CD カウンターしている。これは終わりますね。 1-1 でファイナルラウンド。よく今まで生き延びろ。レボル3アクション。おっと、うまく拾っていきました。アシスタニキへ。これはアンパイでいきましたね。いいよ、とりあえず安定です。私自動も長そうでありますが、シブリをカウンター。中断。さあ、ジシー。さあ、ジャニシー大いに巡ってきた。センサーを犠牲にしていきますが、ダメージは十分。ワーク。おっと、いろいろあったが、立ち入りの出上がりを。あるが、潰して、まだあるが、裏回りからの下、裏回りというか、裏着地からの下段。さあ、フェイターがここで。連勝 3-1 となりまして、折り返し地点の第5試合目です。あれ今カゲツみたいなのが見えた気がするけど、え、あ、いるんだ。アイマスでじゃないけど。はい、行きましょう。第5試合目いいよ。ノーマルヒット。トランテからの攻め。落下次弾はドライブ指導で返していきますが、トップ1悪かったか。さあ今度はカルルの番。これは補正切ってきた。特進ガシャガシャ、スラッシュトリガー。なんとこれちょいダメですね。減ってる。いえ、ここで押し込んで、さあよく抜けている。さあお姉さん動かない。それだけ足に当たらない。これはミスったが、ジャニシーガード間に合う。長引いたし、一本選手したのはカルル。レボル2アクション。避けられま、逃れられま。壁連れで寄ってきてチャンスに当たるか。ここはビーセスカンスレッジスカーからのドライバー ED。 さあ、アガタパルトはジャンプで返して、シャコターンで安全に切り返していく。いえ、ワガード。ベネレッツァ、使ったータッチスタートところに、ジェネがある。プラテイガーが美味しいぞ。ベネレッツァからもガオハセ。スリーコースで行きました。1-1。まだまだルーキーだな。レボル3、アクション。一瞬ぶっちゃったと思ったらもう死んでいる。これはメーカー戦の怖いところですね。ほほっ、ストップ。シャゴパン、ストップシーダー。さあ、オーディ入れ込んでいて、三振方向で一気入れ替えが上手い。減る、当然役ゲーダー。表の裏か分かりづらかった。表です。カウンターバースならばいない。さあ着地硬直にタッチ、カウンタービレー。ごめんなさい。あ、フェイタンがここで4勝、優勝にリーチをかけます。
さあ行きましょう。第6試合目、フェイターカール対秋月デーガアニマあとジャンディでパンチ、なんと下段だ、サンディーか時計台くこれは立ち打つかに確定しているのか、立ちスパークボールのガードを挟んでボディスライドシャガフィーからここに行って落とす、投げだ、ここもミスっているがジェネは飛んでいる、フラッシュリバーからコンボ、さあ最強技が飛んできたテネレッツァ、カルルが大手いいですね、さあ中段が通る、運んで、さあ片目が来る、中段ガード投げよく抜けた、これはうまい、きれいにかわして6位をジャニーズ指導からの手に使ってコンボに持っていきます、サンシーガジェじゃないや、これだ、ぽよぽよして 1-1 でファイナルラウンド、まだまだルーキーだな、レベル3アクション、さすがに8D では勝てないと、あうまっ、右を歩きはカーボ、上り中途っぽい、当たっていく、上り中なんだか F シティ危ない、ロッキーオーディさあ減ります、隠してはシャガパン、あのカンタータが決まって、はい、というわけで本日の決勝戦フェイターカルルで秋月テイガーは 5-1 で、フェイターカルルの勝利となりまして、本日の GWB100 回記念突破記念の五崎勝ちトーナメントも優勝と、なります。おめでとうございます。